眼科医の平松です。今日はブルーライトが緑内障に与える影響についての研究論文のお話をしようと思います。ブルーライトっていうのが、まあ、目に与える影響がある、まあ、これはね、なんとなく聞いたことがある方もいると思います。あんまり知らない方のためにまとめると、ブルーライトというのは青色の光になります。まあそのままですね。青色の光っていうのがなんで影響がある悪いと言われているかという基本的な話からなんですけど、そもそも光の中で悪いと言われているのが紫外線、まあ、これは皆さんイメージあると思いますね。肌が焼けたりとか、まあ、ダメージを受けたりってことです。じゃあなんで紫外線が、まあ、目とか肌とかに悪いのかというと、紫外線というのはエネルギーがすごい強いんですよ。そのために肌を焼いたりとか、まあ、ダメージを加えたりっていう力がとても強いわけなんですよね。だからこそ紫外線はカットした方がいい。まあ、例えば紫外線をよく浴びる人は白内障になりやすいとか、黒目がダメージを受けやすいとか、白目が黒目にかかってきちゃうとか、目に関しても紫外線のダメージってすごく多いわけですよ。つまりエネルギーが強い光というのは目にも体にもあんまりいいもんではないわけですね。では青色の光は何なのかっていうと、紫外線よりは弱いです。でもその他の色の光よりは強いんですよ。その他の色の光って何なのかっていうと、まあ、虹とかでよく出てくるような赤とか紫とかオレンジとか黄色とか緑とか、まあまあありますよね。ああいう色と比較すると、青色の波長って言うんですけどね、光って波でできてるので、それはエネルギーをすごく、まあ、持ちやすいというかな、まあ、そういうことが言われています。また一方で、いわゆるこう紫外線ですと角膜といって黒目、水晶体という目の玉の中のレンズが吸収してくれるんですね、ある程度、まあ、だからこそ逆に、まあ、白内障の原因になっちゃったりもするわけですけども、でもブルーライト、青色の光の場合はあんまり角膜、水晶体っていう途中で吸収しないんですよ。なんでかっていうと、青が見えなくなっちゃったら色見えないじゃないですか。だから困るんですよ。だからこそ目の奥まで光を届けなきゃいけないよねってことで、青色の光も目の奥に届くようにできています。そしてそれだけのエネルギーの強い光なので、一日のリズムを作る光だと言われています。青色の光を浴びて、まあ青じゃなくて、まあ、こういう普通の白のね、電気ってあるじゃないですか。この電気っていうのはいろんな光を混ぜると白になるわけですけど、この白の中には必ず青が混ざってますね。だから、ブルーライトっていうのは青色の光だけを言わないで、白色の光とかにも混ざってるって思ってください。太陽もそうですし、電球もそうですし、蛍光灯もそうですし、パソコンの光もスマホの光も全て青を含んでいるものなんです。で、その青色の光っていうのはエネルギーが強く目の奥に届いてしまうので、目の奥にもダメージを与えやすいっていうことが分かっています。で、それはじゃああんまり良くないよねって思うわけじゃないですか。そこでよく、まあ、ブルーライトカットメガネとかね、売ってたりとかいろいろしますけど、そんなね、メガネとかじゃなくて、そもそも目にブルーライトカットを組み込んでしまえばいいんじゃないって発想があるんですよ。乱暴だなって思うかもしれないけど、現実それあるんですね。それは何かっていうと、ブルーライトカットの眼内レンズっていうもんです。白内障って聞いたことあると思うんですけど、目の玉、まあ、こんな感じのね、目の玉の中には水晶体っていうね、さっき言ったレンズが中に入ってます。これが年齢とともに白くなってくるんですね。で、まあ、光を通さなくなって見づらくなるわけなんで、ある程度の年齢になると白内障を取って人工のレンズを入れるという手術をするわけなんです。その時に人工のレンズを入れる時、どんな人工のレンズを入れるかっていうのを選ぶことができるんですね。紫外線カットは今現代のレンズはほぼ全て入ってます。だけどもブルーライトのカットが入っているレンズはあるんですけど、使う施設と使わない施設があるわけなんですね。
ブルーライトをカットしてあげるのはいいことです、いいことですけど、まあ、ちょっと色合いがねっていうふうに言う人もいるわけなので、まあ、そこら辺がバランスになってくるんですけど、私も基本的にはブルーライトカットの人工のレンズを白内障の時には入れるようには基本的にしています。理由としてはやっぱりブルーライトは、まあ、悪い光だとは思わないんだけども、浴びすぎは良くないわけだし、まあ、カットできるものはカットした方がいいんじゃないかって思うわけですね。また私が大学病院にいる時に普通の紫外線カットだけのレンズ、ブルーライトカットも入って紫外線もカットももちろん入っているレンズを入れた患者さんを比べっこした研究したんですね。手術後に患者さんの目の奥をめちゃくちゃ詳細に調べるっていう研究したんです。すると紫外線だけカットした人よりもブルーライトまでカットした方が目のダメージが少ないっていうのがその研究では分かった、まあ、そういう実物を見ている関係上、まあ、ブルーライトカットはいいんじゃないかなっていうふうに思うわけです。で、今回2023年の、ジャーナルオブグラウコーマっていう緑内障の雑誌で451から457ページで発表されているものなんですけど、11028人を対象とした研究が行われました。そこでブルーライトカットの人工のレンズを入れた人、ブルーライトカットじゃない単なる紫外線カットだけの人工のレンズを入れた人を比較してみました。どういう違いが出てきたかっていうと、緑内障の発症率が 38% ブルーライトカットを入れた人の方が低いっていうことが分かったんですね。つまりブルーライトカットを入れた人の方が緑内障になりにくいということが分かったわけですよ。ちなみに緑内障の人がすごく変わるかっていうと、まあ、そんなには変わらないかなっていうのは今回の研究で出てきてるわけなんですけども、まあ、でも発症する確率を下げるっていうことを考えると、まあ、ブルーライトカットの人工のレンズはまあ悪くないのかなっていうのが、まあ、個人的な考え方にはなっています。実際あなたの主治医がブルーライトカットの人工のレンズを入れているのか、まあ、そうでないのかっていうのは、まあ、ちょっと主治医に聞いてみていただければ、まあ、うちはあんまりブルーライトカットなんか意味ないと思ってますって言って、まあ、紫外線カットだけ入れてる先生もいると思うし、まあ、そこら辺はね、まあ、なかなかこうまだ意見の分かれるところっていうのがまあ正直な感じなんですよ、うん、私の場合はほぼ全員ブルーライトカットの方がいいんじゃないかって感じでやってる感じになりますよね、うん、まあそれはそんなにね爆発的な影響するわけではないんですけど、じゃあ今の話を聞いてせめてブルーライトカットのメガネをした方がいいのかなっていうふうに考える患者さんもいます。結論から言うと、まあ、悪かないけど、まあ、ちょっとだよねっていうのがまあ正直な感想です。なぜそんな言い方をするのか、一番の理由はブルーライトカットのメガネっていうのは、まあ、ずっとしてるわけじゃないわけですよね。なので、まあ、人工のレンズだったらもう一生ね、かつ朝起きて夜寝るまでずーっとつけてるわけなので、まあ、影響がある程度あるわけです。一方ブルーライトカットのメガネって、まあ、ずっとしてるわけじゃないのでっていう問題点。2点目としてはやっぱりカットがあんまりできないんですよ。ブルーライトってカットしすぎると青が見えなくなっちゃうので色が変に見えちゃうわけですよね。だからいくら、ね、ブルーライトカットの人工のレンズ入れるときもめちゃくちゃもう 100% カットってことは絶対しないんですよ。まあほどほどにカットしてあげて、まあ、そこまではしないっていうふうにするのが一般的です。まあ実際、メガネに関してもまあその程度なので、まああんまり意図的にやるほどでもないかな、まあやっても悪くないかなって感じです。じゃあもし買うんだったらどういうものをどういう時にした方がいいんですかっていうと、まずは基本的にはちゃんとあった、まあ、ただただ安いブルーライトカットだけのメガネではなくて、まあ、きちんとメガネとして合わせて、まあ、そのメガネとしての能力もしっかりありながらプラスブルーライトカットの、機能を持ってるっていう方がいいかなって思います。どういう時に使った方がいいかっていうと、できれば朝一番とかに使うのはやめた方がいいです。どちらかっていうと避けて夜とかに使った方がいいんですね。なぜかというとブルーライトカットしてしまうと、完全にね仮にカットしてしまうと一日のリズムが崩れちゃうんですよ。ですから朝は多少浴びる、夜はあまり浴びないってやっていただけると睡眠の質が良くなってバランスよく生活できますので、まず
使うんだったらきちんとしたメガネを合わせてブルーライトカットの機能を持つ、そして朝っていうよりは夜の方に使うっていうイメージで使っていただけるといいかなっていうふうに思います。パソコンスマホをするときはっていうと、まあその時使ってもいいけど、まあそこまでそっちは気にしなくていいかなって。パソコンスマホがめちゃくちゃブルーライト出てるってイメージあるかもしれないけど、そもそも太陽光も含めてね、ほとんどの光にはブルーライトあると思っていただければと思います。まあ、こんな感じで、まあね、ブルーライトとか普段の生活とかもいろいろアップしていきますので、チャンネル登録ベルマークだけではなくて、まあ、見逃しちゃうなって場合は概要欄の方に、まあ、メールマガジンっていうのがありますので、そっちを登録していただけると、まあ、見逃しにくかったりとか、まあ、ちょっとした情報も載ってますので見ていただければと思います。よろしくお願いします。